音でかいかな。始まった？始まったっぽいですね。じゃあまた今日も10時までやっていきたいと思います。なんかさっきまでさ、ずっと何だったっけ、編集してその後すぐこれやって昨日やるってさ、生放送中に言ったから、あーやらなあかんなーと思ってやろうと思ったんだけど、何するんだっけ。とりあえずこの人たちに話しかけるか。今日も1時間お付き合いください。今日の動画見ましたか？なかなか編集凝ってたと思うんですけど、どうですかね。そんなことはないと。こんにちは。あら、ご機嫌いかがですか。ちゃ、おしゃべりしよう。その話をよく聞くのが大切だって本に書いてあったので、話しかけてくださるの大歓迎です。ちゃ、そうですか。なんか持ってたっけ。なんかあげよう。今度はどうされましたか。ちゃ、これをあげよう。え、本当ですか。ちゃ、そしたらね、何あげようか。これあれだよな、林コフからもらったランタンあげるわ。はい。え、これはランタンじゃないですか。いや、喜んでくれて何よりだよ。でも横流しした、ありがとうございます。最近こういう感じ気になってたんです。あ、そうですか。お部屋に飾ったら素敵なアクセントになりそうですね。じゃ、いただくだけでは申し訳ないです。お礼と言ってはなんですが、617ベル。何の数字でしょう。617ベルもらった、ありがとう。どうも。あ、そうだ、今日の株価を見に行かないと。毎日の日課だから。朝は見たら53とか52とかだった。ダメかな今日も。あ、やべ、服屋さん閉まっちゃったじゃん。マジか。こんばんは。株価を教えて。頼む。今日の株価は102か。95で買ったから102でもいいわけないやん。102でいいわけないよな。全然儲からんやん。じゃあな、また明日来るぜ。また明日も朝起きなきゃ。400-500ベルを逃しちゃうかもしれんからね。ちゃんと朝起きんとか。いつも昼に起きるけどさ、今日も危なかった。昨日5時まで起きてたもんだって。なんかバイトの後って本当に寝れないんだよね。今日も石叩きからやっていこう。石叩きと化石ホリダーだ。あ、レイラだ。おや、リーダーじゃないか。じゃんよ。お前だけで俺をリーダーって呼ぶのは。お話しに来たよ。海の向こうに島影が見えるだろ。んー、そうだっけ。あっちの島にはどんな奴らが住んでるんだろうね。じゃんよ。誰が住んでんだろうね。俺の友達かもしれん。あ、9時になったよのお知らせが。うるさいね。今日時計直したんですよね。あの時計が狂ってた。なんだろうね、ずっとあれ鳴ってなかったんだけどね。
電池入れ替えたら、俺が入れ替えたんじゃないんだけど、お母さんがこれなんで合ってないのに動いてんだろうとか言って今日合わせたんですよ。そしたら1時間ごとに鳥が鳴くんですよ。めっちゃうるさいんですよね。てか卵めっちゃ出るやん。5個も出た。しかもなんか寝てる時も鳥が鳴くんですよね。もううるさいのなんのって。で今日動画さ、今日撮った動画なんですよ。今日出したやつは。で編集はずっと前からやってたんだけど、動画は今日撮ったやつなんだけど、なんていうの、編集素材か、キラキラキラってやつ、あれはずっと前から作ってて、で実写の方は今日撮ったんだけど、1時間経つごとにピョピョピョって鳴くからうざーと思ってうざいなーと思いました。電池抜いとこうかな。どうせあそこの部屋の時計なんて見ないし。化石を掘り出したよ。草が落ちてる。綺麗にしとかんとな。今日の動画はどうなんだろう。みんな結構見てくれてんのかな。40秒ぐらいの動画別にツイッターに載せれるのにね、ちょっと集客という意味でツイッターに6秒だけ載せて、月曜日だけ載せて、続きはこちらからってやったけど、全然ツイッターに載せれるもんね。ツイッターって2分ぐらいまで載せれるんですよ。だから45秒の動画なんて全然載せれるんですけど、やっぱり YouTube で見てほしいからね。スコップで OK。 あーでもあれだもんね、ツイッターだと画質ちょっと悪いんだよね多分。そんな気がする。だから YouTube で見てほしいんですよね。はい、高画質で見てほしいから。よいしょ。卵かーい。今日歯医者に行ったらさ、今日歯医者に行ったんですよ、6時ぐらいに。で今日ツイッターで今日中に動画あげますよっていうのを歯医者でツイートしたんですけど、歯医者で暇すぎて結構30分ぐらい待たされて、だいたいそんぐらい待つんですけど、あそこの歯医者は30分ぐらい待たされてたから暇だなと思ってツイートしようと思ってツイートしたら、結構いいねくれて嬉しいと思いました。今日中に実写の動画あげますよってツイートしたら、待ってますっていうコメントが一個来てて、あーめっちゃ嬉しい、はよ歯医者終わらんとかみたいな、そう思いましたね。はよ歯医者から帰って、はよ編集しんと。編集はほぼ終わってたんですけど、あとエンコードかけるだけっていう、あと5分で本当に動画上げれたみたいぐらいの感じだったんですけど、まあ歯医者が6時からで、歯医者の前に動画上げようと思ってたのにダメでした。今日あげた動画なんですけど、最後日曜日のやつ、あれ女装なんですよ。女装ってわかるかな、ちゃんとわかってもらえるかな。普通にああこれで大学行くんだとか思われたらめっちゃ恥ずかしいんですけど、
ネタですよあれ。頼んますぜ。ああ山眉川が1400円だっけ1200円だっけ。人面カメムシより高いんだよね山眉川。逃がしてしまった。まだ捕まえたことない。ブラシコフに話しかけよう。こんばんは。え、あ、びっくりした。おー、なんでもないです。あ、なにそれ。え、僕の高校の頃の部活の顧問みたい。そのメガネ、そのサングラス、そういうサングラスしてたよ。話しに来たよ。そういやこないだ遊びに来てたアンゴラアンゴラってお前の友達なんだってな。そうそう、アンゴラ村長なんです。わざわざその名前を出すな。遊びに来てくれるなんていいやつじゃんか。大事にしろよ。なんちてなんかあげるか。こんばんは。お、なんか用か。なんちてこれあげるよ。ね、じゃあね、何あげようか。うん、硬い木材でいい？他にあげれるもんないもんだって。宝貝でいいか。はい、あげる。これは宝貝か。サンキュー。ああ、サンキューって言ってくるんだったら、よかったよ。こういうもんはとりあえずもらっとくと後で役に立ったりするんだよ。あんま嬉しそうじゃないね。そんな俺があげた服を着ながらその変なサングラスつけやがって。てか9時からさ10時までの放送だと服買えないんだね。昨日8時から 10時までやってたからね。2時間。いや、やっとるこっちも長いなと思いながらやってたんだけど、誰か見てくれたんだろうか。あ、ローランだ。お金あるかな。あるね。こんばんは。どうもどうも、私ローランと申すですか。床に敷くラグを売るお仕事、はるばる来たです。遠くから取り揃えてるラグの3サイズ SML 柄は買ってからのお楽しみ。さらに不思議な壁紙床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あんたあんたをファンタって呼びそうだった。あんたなんか買うですか。買うです。じゃあね、ラグね、 M を前買ったかな。じゃあ L 買いたいね。 L サイズで。ふむふむ、そのサイズか。では先に代金いただくです。はいはい、サンキュー。あんたが喜ぶと心と懐が心と懐、なんかいいね。心と懐が温まる。あたしさらに引き換え、これ何に使うんだろうね。さらに引き換え券もプレゼントするです。ラグを買ってくれたおまけとして。ありがとう。ああ、バヤシコフが走ってる。何？これを5枚、あ、座った。これを5枚集めたら不思議な壁紙もしくは、あ、なるほどね。あんたが買ってくれたラグ L サイズゆえに3枚プレゼントするです。はいはい。ありがとう。この引き換え券何枚で交換してくれるんだろうね。地面カメムシいねえかな。カメムシばっかなんですけど。あ、てか網がない。 あるか。カメムシはいらないよ。あ、出た。あれ山眉川だよね多分。違うかな。あんな色だったっけ。はっ、 OK。違うな、山眉川じゃないじゃんこれ。こんなんじゃなかったよ。与那国さんだって。え、なんか高そう。いくらだろう。与那国さんって何。与那国さんって何。え、与那国さんって何。ちょっと聞きに行こう、ふうたさんに。こんばんは。夜だから起きてるよな。与那国さんって何ですか。よーい、こんばんは、はやとさん。あ、博物館へようこそお越しくださいましたと。これって何だね。
ほほ、今度はどんなものを持ってきてくださったんでしょう。与那国さんです。与那国さん、ほほほ、それは与那国さん。あ、そのままでいいです、カゴから出さないでいじめ中。与那国さんは世界最大級のガなんだ。やっぱり羽の模様が毒蛇のように見えるのは捕食者を牽制するためとも言われています。成虫になると口が退化してしまい、餌を一切食べられなくなるため、長くても2週間しか生きられない。セミじゃん、セミの2倍じゃん。そう聞くと少し気の毒にも思えますが、この見た目と大きさ普通に気持ち悪いちなみに与那国さんまだ展示品としてお預かりしているものがないんですよ。差し支えなければ寄贈などもしていただけると大変助かりますと。私の個人的な好みとしてはどっちでもいいんですけどね後でまとめて化石と寄贈しに行くわ。うん、化石があと1個あるはずだね、多分。1日1個じゃねえわ、化石。1日4つだよね、多分。昨日もめっちゃ探して4つだったから。多分4つだと思う。これも後でやんなきゃね。今やるか。今やってこうか。そしたら、これを4万3000ベル。全額だね。で、はい、ああそういうことか。あ、で入れ替えるで4万3000円入れればいいね。あぶね1000円埋めるとこだった。1000円が3倍になって3000円になるとこだった。あぶね。そんなんいらないからね。林話したな。あ、ごめん、こんばんは。今日はよく会いますね。じゃあかわいい。なんか聞かせて。そういえばこの時期にマイル旅行券のツアーで岩を叩くと卵がポコポコ出てくるって聞きました。あのツアーで行く島って手つかずの自然が残ってますから、そういうこともあるのかしらと。そうだね、手つかず、手ついてたら嫌だしね。荷物置きに行こう、家に。違う違う。そしたらこれは財布にしまう。この辺は収納しよう。斧は今日はいらないかも。2個だけ。ああ、青いウェーブラグ。これ引いてみようか。こっちの左の部屋に引いてみよう。これあれなんだよ。あの、ほら、ほら、これ。イースター用の場所。この辺に敷く。おお。あ、丸じゃないんだ。丸だと思ってた、てっきり。どうやって引いたんだろうね。これだって荷物じゃない。この椅子みたいに乗ってるのに。そういうのはいい子なしだよな。収納。とりあえずいらんものを収納しまして。キャスターペール。まあいいや。明日の朝が楽しみだな。株価がまた上がってないかな。今日だってさ、午前中50円でさ、午後100円ってことは2倍になってるってことだもんね。明日また2倍になってさ、200円だぜ。200円だったら売るか迷うな。うわ、迷うよね、200円は。うわ、でも300円からかな、売るなら。200円ならまだ最後まで残しておきたい。土曜日まで、土曜日の夜までね。200円、300円、200円なら土曜日の夜まで。土曜日の朝200円とかだったら売るんだけどね。今はまだ違うと思うわ。400、500円って言われたらそれはもう売るけど、300円でも売るか。3倍だぜ。はい、あ、お金が来い。
ベルよこせ。でででででてん、でででででん、でででででてん。うん。せっかく俺が効果音をつけといたの出なかった。残念ポーズしとくか。あ、ペコリやったまあいいや。化石かな、違うの。化石がないね。化石が欲しいよ。あと1個あるはずなんだけどね。これ叩いてないよね、多分。叩いとこうか。毎日生放送できたらいいけどね。バイトない日はなるべくやりたい。だっていつもさ、あの出してた動物の森の動画さ、あれなんだよね、あのなんだっけ、ほぼ無編集でさ、やっ出してたから、あ、なら生放送の方がいいよねっていうことをあの友達に言われました。生放送の方が見るわって。だって 4,50 分の動画見たくないからって言われた。まあそりゃねそりゃそうだ、生放送なら見るかも、ちょこちょこ見に行くわって言ってた。恥ずかしいけどね。嘘でしょ、俺の人面カメムシが。マジ化石ないんだけど。化石ないんですけど。ちょっとお前ら何一緒に歩いてる、やめろ。ほら、カバディ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 、あっち行け。おい、もうアタックするやん。俺もアタックしてるのに。あ、ない、もしかしてパチンコ。パチンコない、パチンコない、パチンコないな。持ってこよ。こいつは残念だ。あ、昨日壊れちゃった気がするな。ね、配信中に壊した気がする。これだね、パチンコ。ないやん。ないないか。作るしかねえか。硬い木材でできたよね、確か。硬い木材だけで確かできたんだよ。ほんで、その赤い玉は、どうやって作ってんのやって思った。昨日思った気がする、そうやって。だから硬い木だけで作れる気がするよ。あ、何これ、イースターのウォールクロック。へえ。あ、何これ、卵のパーティーハット、卵のパーティーワンピ女装しにゃならんじゃん。パチンコ。あ、今女装だったわ。ナウでパチンコ作って、化石を探しに行こう。ないな、でも。まあ、いっか、3つでも。でも、石叩きもしてないとこあると思うから。それを見つつだね。それ見つつ、化石探しつつって感じにしよう。それにない。ないんかーい、ないんかい。ないもんですね、化石が。ここ今日さっき通ったよね、ここね。ないわな、こんなとこ。見逃すわけないもんね。見逃すわけない、見逃すわけないもんね。見逃すわけない。よいしょ。ちっちゃい魚いるな。釣ってみっか。釣ったことないやつな気がする、あれ。こいこい、緊張するね。
わあ。あ、おたまじゃくし釣ったことあるやつでした。化石が見当たらねえわ。ないのかしら、ないのかしら。あ、でかい。でかくないか、うぐいの大きさか。誰の車かな。車4つで車、車じゃねえ、タイヤ4つで車をひらめいたとかしてくれたらいいんだけど、車ってなかったっけね、 DIY で。なんか飛び盛りであったよね、車って。なかったっけ。なかったかもしれない。いや、あったかもしれない。やつを釣ろう。誰ですか、君は誰ですか。うん、おい、あら、これは、ん、これはザリガニを釣り上げた。挟まないで。やった、新しいのゲットだ。そしたらフータラのとこ行こうかな。まあ、化石は明日に回すとしましょう。はい、あ、ヒュワーって言ってるぞ。どこだ、左か。あれ、あれれ、違ったみたい。右だったのかもしれない。あ、あー、来た来た、やっぱ左だ。ストライクショット。あ、プレゼントラッキー。 DIY レシピじゃん。あれ、4つ持ってんじゃん、化石。え大変申し訳ございませんでした。化石4つ持ってました。さあ行こう、さあ行こう。この生放送終わったら YouTube と Twitter の反応を見たい。いいねって言ってくれるかな、みんな。化石の鑑定めっちゃって、1週間ぐらいかかってるからね、あのエフェクトを作るだけで。まあ1日 2,3 時間しかやってなかった時もあったんだけど、ここ最近はだって 4,5 時間やってたから。マジで疲れたもんね、あれ。でも完成形を見るとそこまで綺麗じゃないっていうのがまた悲しい。また今度綺麗なの作ろう。本当、お金があったら私が買い取りたいぐらいなんですけどね。はいはい、返せ返せ。すぐ寄贈してやるからな。え、なし ?4 つとも?嘘でしょ?早くない ?4 つともなしの、4つともなしが来るのが。マジかよ。そりゃねえぜ。え、じゃあ化石結構溜まったってことかな。ちょっと見に行く。だって4つ中4つないって言われたんだぜ。さすがに結構揃ってきてるよな。そんなに運悪いことあるけ。なあ、でも結構ミロクミンギア、ダンクルオステウス、ユステノプテロン。アンモナイト、琥珀、琥珀だった。
完成してるじゃん。え、双葉鈴木流だよね。それ。オフタルサモウスサ、オフタルモサウルス。お、双葉サウルスじゃん。あれじゃん、あの動物の森じゃねえ、ドラえもんのび太の恐竜じゃん。ケツアルコアトロス。なんかさ、あのドラえもんの映画やるよね、また。あれ違ったっけ、こののび太の恐竜やるんじゃなかったっけ、違ったかな。でもドラえもんの映画やるよね、もうすぐ。あれもうやってんのかな、見てえな、ドラえもんの映画。子供だからさ、そういうの見たいんですよね。これ何？あ、顔？ディメトロドンの顔か、それね。ジュラマイヤ。なんだそれは。ジュラマイヤ。ちっちゃ。え、すごくない？初めてさ、本当に1ヶ月が経ったのか？ 1 ヶ月も経ってないよね。3月20日だから、16日経っただけでさ、こんなに揃ってんだよ。すごくない？なんか。ディノニクスとか、始祖鳥ね。ああ、教科書に出てくるやつね。へえ、すごいね。これは何？スピノサウルス？おお、当たった。やった。のび太の恐竜に出てくるからね。2010だったっけ？え、やっぱりのび太の恐竜2020だよね。確か。違ったかな？見てえな。T-Rex だ。この辺は揃ってない。これはイグアノドンだ。ああ、ないんだ。それはパラサウロロス。パラサウロロフス。もういい。あ、これあれじゃん。ハンマーみたいになるやつとステゴサウルスか。こんだけか？化石。あれ？化石こんだけ？奥にもあるのかな？あるっぽいね。いや、結構揃ってるね。結構揃っているよ。あ、これなんだろうねって思ってたんだけど。マンモス。何これ。え、これマジでさ、あれみたい。あの、バイオハザードに出てきそう、これ。スミロドン。と、これはなんだ？メガセロプス。全然わからん。顔がないとわからんよな。メガロケーロス。何これ、夫婦？めっちゃ似てる。メガ進化じゃん。メガセロプスのメガ進化がメガセロプスでしょ。で、ロケロスのメガ進化がメガロケロス。メガ進化だ。あ、アウストラロピテクスだ。エイプリルフルに寄贈と。で、これね。面白いね。あ、こんだけなんだ。結構なんか早いね、化石。あと1ヶ月でしたら、もう全部揃いそうな勢いだよね。こんなに揃ってるとは思わんかったな。頑張ろう。またね。毎日忘れんように化石を。化石だって俺、ちゃんと、寄贈してこなかった人間だから。4,000-5,000円で売ってた人間だからさ、揃えたことないんですよね。せっかく実況撮ってるから揃えたいよね。よしよし。そしたら、あ、違う、やめて。あららららよし、そしたら人面カメムシムーブを始めるか。やっとタイトルの、全然いないけど、人面カメムシ。あ、やばい。1,000円、それは1,000円。お前は1,000円だ。よし、こいつ人面カメムシだから。ヤダコアリとは名ばかりの人面カメムシなんだよ。お前もか。違うと。取っとこう。
いらないものを置きに行こう。よいしょ。サメの歯の化石。あ、あ、いや、サメの歯とよくわからんのと、あ、墨色丼。さっき気持ち悪いって言ってたやつじゃない？この辺はしまおう。これもしまっちゃおう。こんなもんかな、うん、こんなもんですかね。 あとバンブーのたたバンブーを叩いとこう。春の若竹を取らなかんからね。春の若竹を今日、そうだ、歯医者行って、あのその後また戻るんですけどね、話が。歯医者に行きまして、で歯医者行った後ってご飯食べれなくなるじゃないですか。だからそのあの、あ、これはちょうどいいやと思ってずっと編集して、で編集が、あ、これちょっと編集が終わったら、その次この何だったっけ、生配信してるじゃないですか。あのご飯食べてないですよね。めちゃめちゃ腹減った。編集生放送中にグーって言ったらごめんなさいね。めちゃ腹減ってんですよね今。よし、撮るのは後だ。また今度、また今度撮っておく。あ、いかんわ、撮っとこう。撮っとこう。そうだ、あっちのメインチャンネルでも生放送したいんだけどね。でもなんかメインチャンネルの方で生放送しようと思ったんだけど、でなんか電話番号が2ついるみたいで、なんかよくわかんないですけどね。もしかしたらやんのかもしれないんだけど、なんか俺の解釈によると電話番号が2ついるらしくて、で1個目の、まあ、普通に僕が使ってるあの電話番号をあのこっちのサブチャンネルの方に使っちゃったから、なんかこの電話番号ではできませんよみたいなことを言われて、メインチャンネルでも生放送できるように申請しようと思ったら、うん、だからメインチャンネルで生放送できなくなっちゃった。いや、できますよっていう人はあのコメント欄で教えてね。情弱なんで。そうだ、僕のやっぱり YouTube 初心者じゃないですか。一応今から言う話、今からあの話す話があれだから一応って言うんですけど、一応って言ってるんですけど、一応僕って YouTube 初心者じゃないですか。なんで、でそれを自分は YouTube 初心者だとか言ったらダメらしいんですよね。なんでかっていうと、あの視聴者にはあのそんなこと関係ないからみたいなっていうのを、あの最近 YouTube 初心者用に動画を出している人が言ってました。まあこの人の動画見る人は全員自分を初心者だとか底辺 YouTuber だとか言うだろうなと思って、自分で自分のことそうやって言ったらダメだよねってそうやって言ってました。確かにと思って、だからあの初心者というのを撤廃しようと思って、だからさっき一応って言ったんですよね。そういう風らしい、そういうものらしいですよ。精神論なのかな。よくわからんけど、だから
わざわざ自分で初心者だっていう必要はないってことですね。俺は YouTuber だと、なんていうの、誇りを持ってというか、やっていったらいいんじゃないでしょうかと言ってました。なるほどと思って、その YouTube の動画を再生しておりました。マイレージ見よう。きっとあとは何も達成してないか。よいしょ。4月の魚も取ってかないといけないからね。緊張するな。あ、ごめんね。アイムソーリー、ヒエソーリー、ごめんね。が逃げるとこだった。ヤドカリって不意をつかれるから怖いよね。でもその不意で1000円見逃すっていうのはでかいよね。1000円だよ、1000円はでかいでしょ。だってレッドブルが、あ、どうした？お荷物になってすみませんが、この解禁シャツもらってください。じゃ、うん、ありがとう。雑誌の読者プレゼントで当たったんですけど、当選したことが分かる前に私お店で買っちゃってたんですよ。間違いなくお荷物じゃんこれ。もし使わない。てかこの人、この子アンポンタンだね。アンポンタン、当選したことを気づかずに買っちゃったんですよ。かわいいね。もし使わないようでしたら誰かにあげても構いませんので、はい、見てみよう。解禁シャツ、何解禁シャツって全然わかんないけど、あ、襟が開いてるってこと？解禁って違うかな、なんかそんな気がしませんか。多分襟が開いてるから解禁なんじゃない。そうだよね、うん、そうっていうことにしとこう。あ、出たな、おい、よし。え、おお、どう見ても人の顔にしか見えない。あ、もしかしてあれ、こんなとこにいなかったよね。よしよしよし、お前は人面カメムシだ。よっしゃ、お前の名前は今日から人面カメムシだ。よし、いや、出始めたな、人面カメムシが湧いてきた。どっから湧いて出たんだろう。よしよしよし、高えな。これが俗に言う人面カメムシムーブ。あ、ああ悲しい。あ、いた。まだ操作に慣れてないんだな俺は。あ、いた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 、いたよ。おい、よし、オッケー、いいね。これもじゃね？そうだよね。よし、え、やばい、人面カメムシムーブがはかどるんですけど。うわ、出た、また出た。よしよしよし、はい、カメムシはおらんか。カメムシはいなくても人面カメムシはおらんか。いたよな、さっき目があったもんな。目と目が合う瞬間に人面カメムシを捕まえた。よし、え、え、結構いいね、結構順調だね。よし、一旦離れて持ち場を、持ち
千葉を一旦離れてぐるーっと回って人面カメムシ捕まえよう。カメムシ、カメムシはいらない。うわっ、めっちゃ湧いてる。またここに1からのこれがいらないだろ。ここに2だろ。おいおいおい、あもうさっきから逃がしすぎなんですけど。とここに1匹と、5匹ぐらいいたよね。逃がしちゃった。よし、OK、人面カメムシ、人面カメムシを捕まえました。おお、戻りと。永遠に湧くもんなこいつら。これが人面カメムシムーブだ。バカにならんもんな、1000円なんて。1000円ってめっちゃ高いからね。だからレッドブルが275円とかだよね、あれ。だからそれが、あ、ちょ、最悪。4本ぐらい買える？ 4 本買えるか？いや、4本は絶対買えない。3本か。レッドブルじゃない。あ、ちょ、そんな話しとる場合じゃない。今、風船が飛んでいる。ここで撃ち落としたら、あの思うツボだから、この辺で。チャンスは1回だろ多分。よし、 OK。 ルーズちゃんに今日話してないんじゃないかな。話しに行こうか。いないか、人面カメムシ。いたー。はい、オッケー。あ、嘘、入れ替える。なんかあったっけ。草でも置いとこうか。オッケー、よチャオチャオっていいね。チャオ、元気なの。お話ししよう。張り切ってお散歩してたらお腹が空いてきちゃったな。後でビビンバでも食べよう。あ、いいな、ビビンバ。俺ビビンバ食いてえわ。お前がビビンバ食いてえっつったから俺ビビンバに食いてなってきた。今日の夜ご飯ビビンバ食いてえ。いいな、俺もビビンバが食いてえよ。今日の夜ご飯なんだろう。あ、めっちゃ腹減った。今日の夜ご飯はなんだろうな。あ、違う、売りに行くんじゃん、間違えた。売りに行こう。これやってないもんな。あ、だよね、9時までだ。早いな9時って。どうしような。1時間ぐらいの放送がいいよね。8時から9時にしようかな。服も見たいよね。俺だって今日服見てないのに。どうしような。服見たいけど、どうしような。多分宿借りって1000円だよね。これ俺の友達が言ってたから、俺が言い始めたわけじゃないよ。1000円だよって言ってたもん。だから1000いくらになるはずでしょ、これなら。では計算しますと、はい、あ、17,700ベル。あれ1000円じゃないな、やっぱり違うっぽいね。あの貝が700円なわけないもんね。500円ぐらいの可能性あるか、ちょっとわかんないけど。タヌキマイル、あ、ガン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 思い出した。タヌキマイルで思い出した。タヌキマイル今日あれじゃん、マイレージなんとかにアクセスしないと300ポイントもらえるから。そうそう、これも毎日の日課に加えとかなきゃ。あ、
毎日の日課を消化するために、なんかメモっとこうかな。化石を見つけるとか、化石を4つ、あと、このタヌポートへアクセスするみたいな感じで。メモっとこう、今度。今度っつってまた忘れそうね。なんかあるかな。クールポコ。ふーん。またのご利用。え、全部ダンボール。ダンボールはいらないよ。バイバイ。キュピン。あ、今日の動画、キュピーンで終わればよかったかな。キュピーンもいいよね。あの手を振るのもいいけどさ。キュピーンもなかなかいいんだよね。あ、シャコガイだ。拾っとかないと。うん。カラガイはまあいいかな。うん。これ覚えよう。イースターナクロケット。ヘムヘム。ヘムヘム。これ開けよう。誰だろう。ララミーからだと嬉しいな。素敵な朝のティータイムに。素敵な家具の DIY レシピをひらめいてしまったわ。ということは、この人は女の人。そして、素敵な朝のティータイム、素敵な家具の DIY レシピをひらめいてしまったということは、ティータイムをするぐらい余裕がある、そういう人間からの素敵な家具の DIY レシピをひらめくほどのひらめきの才能があると。で、独り占めしておくのももったいなくって、こうしてレシピを瓶に詰めたってわけっていうぐらい、お人よしというか、なんだろう、ボランティア精神にあふれている人。あなたも作ってくれたら嬉しいわと。うん、この人はボランティア精神にあふれたマリーっていう人だ。うん。木製チェア。あ、もう知ってるって。もう知ってるじゃねえかよ、マリー。 ふざけんな。あ、違う違う違う。この辺に置く。マリー知ってたってよ、俺。はい。卵な気がする、この大きさは。オッケー。ででででで。オッケー。ゲッチュ。サルゲッチュだね。これも卵じゃね？卵じゃないの。そういうことだろう。そろそろ人面カメムシが湧いてくる頃じゃないか？なあ。もうちょっとじらしとくか、人面カメムシを。こいつを、たら、ハヤトさん遅いっすよ、つって人面カメムシがうじゃうじゃ出てくる予感がする。こい、ポチャン。来ない。うわわわ、あ、嘘でしょー。嘘でした。釣りなんて二度とやるか。よ。カバン持ってるね、やっぱり。あ、今日、あれじゃない？雲が一個もないから、あれじゃない？なんだっけ。雲が一個もないから、あれな気がする。人面カメムシを捕まえた。人の顔にしか見えない。走るカメムシ追いかけたらカメムシ、地面カメムシゲット。草拾っとこう。ルーズの影が見える、あそこに。あれルーズだろう。あ、思い出した。あ、いや、あれ、これは明日にしようかな。なんか立ててくれって言われてた、そういえば。だいぶ前から。
たぬきちさんに見に行く。それこれ立てといてくれって言われたの今思い出したよ。テント、あ、違う違う、キャンプサイトみたいなのがあった。どれだっけ、これ作ってどっかに置いといてみたいなことをあのたぬきちさんに言われた気がする。どうだ、あ、これじゃね、ほら、キャンプサイト工事、キャンプサイト工事キット。うん、全然足りないから持ってこよう。これ作る、うーん、まあいいか、明日にしよう。明日やろ。めっちゃヒューヒュー言ってるな。あ、来た、ここだ。 OK、 空飛ぶ卵、こんにちは、ローラン。いや、どうしたどうした、ハヤトちゃんにちゃんづけやめてな。いくら俺が女装しているからといってハヤトちゃんヤッホーなの。今この島のことをもっと知ろうと思ってみんなからお話を聞いたり島の中を見て回ったりしてたんだ。アイドルにとって勉強は基本中の基本。アイドルも勉強するんだね。こういう努力がしたいの近道だよね。こいつアイドル目指してるんだ。アイドル。あ、いけなーい。どうした、もう、あたいってば、何のためにハヤトちゃんを呼んだの。これを渡したかったんだよ。うん、なになに、プレゼントだ。何それ、えへへ、ビーチベッドだよ。この島にぴったりだと思うんだ。ありがとう。ハヤトちゃんセンス良さげだし、どこかいい感じの場所を見つけて置いてほしいなって。おー、なるほど、この辺に置くってことか。あ、トロロロリンってやったやん。今トロロロリンってやったよね。それ俺がエフェクト作ってあげるわ、今度な。ちょっとヘンテコなエフェクトになっちゃうけどいい？トロロロロリンって。プレゼントは開けましてビーチベッドを置きましょう。飾る。あー、なるほど、これは日焼けしそうだ。あれ、横から乗るの？ああ、痛そう。あ、この角度はまずい。よし、あ、これ1000円だ、絶対1000円だ。ここにはなかったもんだってこいつ。よし、 OK。 そして影が見えた。今1000円の影が見えた。奥の方にいる気がする、1000円が。ほら、いるよね、あっちに。よし、あ、壊れちゃった、壊れちゃったよ。そしたら、あれは、あっちか、これを打つでしょ。とりあえずこの辺でしょ、あ、違う、この辺かな。あ、これ打つじゃん。あれ、拾えないよ。で、これ中身見とくじゃん。おお、いった、やった、いったって、やった。1万ベル手に入れたよ。1万ベルと、たぬき商店行ってとりあえず売って、もう1回と網を買って戻ろう。ん、合ってる。とりあえず今ここの手持ちを売るじゃんね。この辺売るでしょ。あ、これでヤドカリの値段がわかるな。3000いくらかどうか。あ、やっぱり1000円か。4000円だ。それと、はいはい。で、網が欲しいね。しょぼい網を買うでしょ。で、網を買ったら鉄鉱石を持っていないから、どうせ家に行かなくちゃいけなくて二度手間だったと。そしてあとの57分だから全面カメムシもそう捕まえれないと思うので、ということなので、こ
これをもう手に持って人面カメムシ捕まえに行こう。ラスト1匹ぐらい欲しいな。くれくれ人面カメムシ小じきしよう。全然いない。やっぱりなんかお店の中から出てきたりとかさした後って本当に出てこないよね。これは今回は10時きっかりに売りに行くというあの戦法が使えないか。いないね。お、でかくね。そんなことないわ。バイバイ。あと2分で終わってしまう。この動画もあと2分で終わってしまう。人面カメムシマジいないんだけど。あと2分だよ。売るもんがないんだけど。そう、こういう感じで終わっちゃうの。あ、いない。さよなら。いないわ。いないみたい。じゃあジャスミンと話そう。よ、今日何回目だろうな。のんびりお散歩するといろんな発見がありますね。ちゃ、おしゃべりしよう。もうすぐイースターですね。10何日だった ?13 とかだよね。そういえば私のおばあちゃんはイースターが近くなると木を叩いてました。綺麗なおばあちゃんが叩くんだ。へえ、腰やらないようにね。綺麗な卵が出てくるからって。え、なんかさ、イースターってあのウサギの人がさ、隠しといたよって言ってたやつだからさ、あの君の、あ、え、誰かがコメントしてくれています。ココアさんこんばんは。頑張れって言ってる。ありがとう。アバターから助走したんですよ。しかもヤシの木は卵が出てきやすいって言ってましたけど、本当はどうなんでしょうね。ちゃ、うん、あ、そうなんだ。ヤシの木って出やすいんだ。住民誰いるって。住民ね、このジャスミンが一番推し。もうジャスミンだけを分かってくれてれば、あのこの村の人はコンプリートしたようなもんで、でこのジャスミンとジャスミンを狙っている人が、男が一人いて、こいつはどうでもいい。こいつはおかしい人だから。あ、10時になっちゃった。ここの人なんですよ。ここの人がジャスミンを狙ってるんですよね。あ、10時だ。終わるね。この人紹介したら。このバヤシコフが、ジャスミンを狙ってんの。だいたい2人で夜歩いてんだよ、こいつら。っていうわけでした。読んでみただけです。それでは、今回はこの辺で終わりたいと思います。お腹すいた。あ、コメントありがとうございました。初めてコメントしてくれて、めっちゃ嬉しかったです。それでは、さようなら。